三国駅神崎川対岸からホーム三国駅は大阪府大阪市淀川区にいたか三丁目にある阪急電鉄宝塚本線の駅。駅番号は HK-41。開業時は現駅舎の東側に相対式ホーム2面2線を有する地上駅として存在しており、旧駅舎から駅北側の神崎川橋梁にかけて時速 30km 制限となる。 急カーブ区間であった。しかも制限解除位置がホームに入った先にあり、駅北端にある改札に最大限近づけるため、ホーム後ろ寄りに停車する梅田方面域の普通や、準急は駅を発車する際に時速 30km まで加速したら一旦加速をやめ、制限区間を抜け出してから再加速と無駄な運転操作が必要だった。この運転操作は、 駅停車時の停止位置を梅田寄りに移動させたことで解消されたが、1990年代に曲線改良を兼ねた高架化工事を実施、駅舎を現在の場所へ完全移転させることにより、速度制限自体を解消した。高架化後は最高速度で通過できるようになり、後にダイヤ改正が実施されている。島式ホーム一面2線を有する高架駅。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホームは3階にある。改札、コンコースは2階にあり、駅ビル、ビュール、阪急、三国と改札外で直結している。2019年のある特定日の1日、乗降人員は25,449人である。阪急電鉄全体では、第31位である。近年の1日利用状況推移は、下記の通り。 駅の北側を神崎川が流れている。なお、川の手前は大阪市淀川区であるが、川を越えると豊中市になる。東側にはサンティフルミクニと呼ばれる商店街がある。2009年までに近辺では区画整理、再開発が実施され、駅の東口にはロータリーが完成し、西口には高層マンションが林立するなど、風景は大きく変貌を遂げた。 内科、眼科、皮膚科、自備咽喉科、眼科、整形外科、産婦人科の各診療所が入居。駅前のロータリーに大阪式バスの三国駅前停留所。駅西側の国道176号に阪急バスの新三国橋停留所がある。三国駅前新三国橋。ありがとうございます。